さて、シンコペーションの方はいかがでしたでしょうか。やっぱりですね、この右手の、この振りをですね、止めずにずっとキープしながら、シンコペーションのリズムをこう正確に刻んでいくのってやっぱりやってみると結構大変なんですね。ですので、そのあたりを注意しながら練習してほしいと思います。ということで今回はこの辺で。